第一種電気工事士筆記試験問題の解説のですね令和5年の午後の問題ですね問1です、えー、ずるような鉄心にコイルを巻き付けたあーエアガップのあるですね磁気回路の磁束ファイをですね 2×10 の3マイナス3乗上ーーにするために必要な記事力 FmA はいくらか ただし鉄心の磁気抵抗 R1 ですねこれは 8×10 の5乗変離、えー、からエアーギャップの磁気抵抗ですねこれは R2 として、えー、これをですね 6×10 の5乗変離としますと。指針としましてね電気回路にはですねオームの法則がありますで。磁気回路にはですね、 まあこれに匹敵するようなですね、磁、え、気、ー、の法則が、えー、あります。これはもう必ず置いとかないかんけいという,う公式です。はい、えー。これはですね、φ イイコール Rm 分の Fm で、えー、こういうこと時速はですね、えー、記事力をですね、えー 磁気抵抗で割ったもんやということになりますんでね。したがって、えー、この刑事力はどうなるか言ったらですね。えー、磁束かけ、えー、磁気抵抗ということになりますんで、二かけ十のマイナス、三乗かけですね。八かけ十の五乗、プラス六かけ十の五乗ということになって、これはですね。二千八百アンペアと答えは派になります。な。